高志の成績 OPS は870くらいか。立浪監督続投のためにも打ちます。ちゃんと上げてきたのすごいな。現役ドラフトどころかトレードでもこいつより打てるやつって今後も出てこないよな。セリーグで日本人最強バッターやん。岡本より余裕で上やな。これも名誉 FA 選手やろ。現役ドラフトで活躍するやつおらんかったら何年かでシステム終わってたやろうから、こいつの功績はでかいな。本人にとっても良かったゲンドラ。3倍打点2期もにっこり。20本で60だと思っていうのが完璧やね。これが59ならクソやった。バランスが良い成績をやっとる。逆に2連続で大失敗の球団って存在するん？これには3倍打点2期もにっこり。今年のボールじゃなければ30いけてたかもな。意外と軽打うまいんよ。打球速度速いから2塁打とかになるし、もはや聖夜は名誉生え抜きとなった。誰にも文句は言わせない。これを放出した補球団はどこやっけ？どうせ今年で中田首出し、その年俸細川に回してやれよ。中日メソッドだとホームランバッター作れないってよくわかるよな。今年でビシエド大島大野の大型契約切れるから金はアルポンと1億払ったれや。エビナもチニドラに放出してノリさんだ方にしてみてはどうだろう。ご視聴ありがとうございました。